はい、どうも、ザオダのしおめです。今回はですね、いつものブリーチ特集なんですけど、ブリーチはブリーチでも、トリートメントカラーでホワイトブリーチしてみた。はい、そんなことができるのかと言われまして、はい、できます。いろんな状態といろんなカラー剤を使ってホワイト系の部屋から、いっぱいミルクティーとかホワイトアッシュとか紹介してビフォーアフター載せてるんですけど、今回はトリートメントカラーを、使ってホワイトブリーチを作っていきたいと思います。ブリーチ自体は今回はもともと1回されてて、それに2回さらにブリーチをして、で根元はカラー剤、毛先はトリートメントカラーですね。で薄めた、薄い本当にパープルを薄めたもので、ホワイトブリーチの部屋からを作っていきたいと思います。で今回はですね、根元は普通にグレージュ系で染めてまして、毛先はトリートメントしか使ってません。ただポイントなのが、クリア剤っていうトリートメントカラーの中でも色を薄める、いわゆるもう本当にただのトリートメントみたいなものがありまして、マリパリとかでもクリアとかがあるんですけど、それに対して薄いグレージュを足して、薄いグレージュで一気にカラーをしています。でトリートメントでやる利点としては、やはりカラー剤と違って、まずダメージがないですね。コックシデトクとかそういう摩擦とかのダメージは絶対発生しちゃうんで、あるんですけど、トリートメントですから、トリートメントカラーって言ってもトリートメントなんで、そういうキューティクルとかこう摩擦とかはありますけど、基本的にはこう髪がしっとり仕上がってダメージをそこまでさせないようにしながら色を入れることができます。これメリットの第1個ですね。1個です。ただメリットだけではございません。デメリットもございます。デメリットはですね、トリートメントカラーはですね、基本、調合が難しいっていうのがポイントになります。先ほど言ったみたいにクリアでパープルとかシルバーとかグレージュとかを薄めて、薄いホワイト系のヘアカラーを作っていくんですけど、普通のヘアカラーよりも薄めれる範囲が広いんです。っていうのは何かというと、トリートメントカラーって色が濃かったりするものが多いので、普通に10倍20倍30倍40倍50倍60倍70倍80倍90倍100倍200倍ぐらいまで薄めてもですね、うっすら色が入ります。なので濃さの調整がすごい広いんですよ。ただちょっとしたさじ加減の 1g2g で結構濃く入っちゃったりするのが、調整が難しいんですけど、幅も広いっていうのも特徴になってます。ただ、デメリットばっかり言っちゃダメですけど、トリートメントカラーの方が基本的には色持ちが早いですね。抜けるのが早いです。体と違ってキューティクル開いてこう入れてるわけじゃないんで、色持ち退色が痛みが少ない分早いっていうのが、その分カラーチェンジができるんで、メリットもデメリットとも言えるんですけど、その部分がトリートメントカラーの大きな特徴なのと、あとはちょっとした色の明るさの差がムラになってしまうので、基本的にちょっと例えば根元が、今回は根元だけカラー剤でやって毛先トリートメントカラーでやってるんですけど、明るさの差がある素材に対しては明るすぎる場所とかだけが鮮やかに染まっちゃったりするんで、結構均一に綺麗にブリーチできたなっていう時にはトリートメントカラー使用するのが、おすすめになってます。ビビッドなヘアカラー、マリパリンとかね、トリートメントカラー、ちょっとカラーミューズとかいろんなロコルとかいろんなカラーのトリートメントカラーありますけど、ビビッドなカラーが得意というイメージがあるんですけど、そういう薄いヘアカラーも得意なんで、今日はまずはそのビフォーアフターをどうぞご覧ください。もともとブリーチを一度している状態のこの髪の明るさの状態から、今回は2回ブリーチをしていきます。まず1回目のブリーチです。髪のダメージに気をつけながらケアブリーチで、2回ほど明るくしていきます。2回明るくした状態がこちらになります。根元の方はグラデーションにするため濃いめのカラー剤、毛先はトリートメントカラーを使用してグラデーション状にしながら髪のダメージを抑え、仕上がりとしてはこのようなホワイトブリーチになっています。根元は自然なグレーで、毛先はトリートメントのためオンカラーではダメージを抑えている状態です。トリートメントカラーで入れ、しっかりとブリーチをしていますので、透明感のある明るめの、ホワイトブリーチに仕上がっています。髪の状態が均一に明るい場合はトリートメントでオンカラーすることもおすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。ツヤがすごいんですよね、トリートメントカラーで作るものは。正直オランプレックスとかケアブリーチの処理剤を使ってケアカラーでもやれば艶出るんですけど、まあ、トリートメントカラーってトリートメントですから、まあ、言ってもね、色がついたトリートメントなんで、まあ、種類によってはすごい質感がやっぱ綺麗、ツヤツヤですよね。綺麗ですよね。まあちょっと傷めずに、なおかつ何回も言いますけど、均一に綺麗に抜けたブリーチであれば綺麗に染まるので、そういう、まあ、限定された状況でしか使いづらいんですけど、言っちゃえば状況に合ったような素材の方のお客様とかには綺麗に染まるんで、まあおすすめです。ただ言ったみたいに痛みが少ない分抜けるスパンが早いんで、結構カラーまめに根元染めたいなとか、まめに来てケアしながら色入れたいなみたいなお客様とかにはおすすめの、ホワイトカラーになっております。ちょっと今日は応用編でトリートメントカラーでホワイトブリーチのヘアカラーをやってみました。あんな感じにいろんなホワイトブリーチのヘアカラーの作り方ありますので、まあ、ちょっと素人というか一般の方にはちょっとなかなかできない難しいカラーなんですけど、まあ、こんなことも実はやってるんだよっていうので、まあ、紹介してみましたので、よかったらまた参考にしてください。またよかったらチャンネル登録、いろんなブリーチ系のヘアカラーとかいろいろ更新してますので、フォートナイトも、たまに定期的にやってますので、はい、よかったら登録を、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。